書の助とかしこ、犯人は？かしこ、大変なことが起きた。どうしたんですか？部室に置いておいた俺のジュースがなくなった。そんな、一体誰が？とっても美味しい俺のオレンジジュース、絶対に許せない。翔くん、犯人を探しましょう。この指紋採取キットで。誰しもが心の中に憧れの青春のイメージを大切に抱いているのではないでしょうか。それは実際に体験したものではないかもしれません。アニメ、漫画やアプリなどで目にしたものかもしれません。雄星高校にはそんなときめく瞬間、乙女フラグが溢れています。生徒はあなた、必要なのは思い出と夢。世界には恋愛、友情、出会いなどときめきのフラグがたくさん溢れている。一緒に乙女フラグをこの番組で始めましょう。乙女フラグ雄星高校。皆さんこんにちは、雄星高校ゲーム部高坂翔之介役天月です。くずなかしこ役山本和富です。今回は何者かによって、翔之介のジュースが飲まれてしまったという大事件のお話でございました。誰だ、誰だ、話の最後に出てきた指紋採取キット、実際にあるということで、自分の指紋を採取して観察してみたいと思います。犯人は渦巻き型だったらしい。あ、そうなんですか。渦巻きの人なんですよ、ね。はい、今あの目の前にグラスがあるので、はい、ここにがっしりとこう指紋をつけて、そうですね、コップにじゃあ指紋をつけて、おれでつけて、アルミに粉をポンポンつけるの。だから指紋のところに粉をつけるんです、でこの綿棒みたいなやつでを使ってポンポンつける、おおもろいもろい。こういうのゲームであったよね、なんかあのなるほどさんとかいっぱい見た、コナンとか。俺どこにつけたのか分かんなくなった。こうやって指紋が出たら余分な粉を、この綿棒で払ってください。どこについてるの、ピッシュのかな、これこうやってやって、これはもう僕たちが鑑識官になれるかどうかのテスト。確かにセンス試されてる、で、指紋の上に透明なシールを貼り付けて、これか、で、シール、そのシールを出た、で、この黒い紙に、そのさっきの貼り付けた透明なシールを再び貼ると。おりゃ、観察してください。観察してください。全然何も分かんないですけど。難しいな。僕たちは指紋、指紋ない、指紋ないの、焼いた、やらかした時に。僕たちヘッポコ鑑識官、ヘッポコ鑑識官で犯人ですか、わかりません。出るって聞いたんだけど、犯人は、僕の推理によると犯人は男性または女性で、10代から20代、また20代から30代、40代以上の可能性がありますね。絞りきれてない。帰れ。結構難しい。これキットが結構本屋さんとかにも売ってるから、ちょっとお時間がある方はぜひやってみて。指紋の形が浮き出てこないんですけど、やってみて、ちょっとコツを教えてくれ。僕たち鑑識官になれない、才能はないということでね、はい、犯人は分からずじまい、ちょっと名探偵呼びましょう、名探偵は指紋とかは別にそういうの、指紋はね、もうお任せだから、あの鑑識官。僕たちその脇役の鑑識官にすら なれないということで、なれない、それでは始めていきましょうかね。はい、乙女フラグあと雄星高校。最後までよろしくお願いします。乙女フラグアット雄星高校。
改めまして天月です。山本和富です。それではテーマメールを紹介していきましょう。8月のテーマは自由研究の思い出です、うん、はい、いきます、はい。ラジオネーム月夜さんからいただきました、はい。天月さん、和富さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。8月のテーマメールが自由研究の思い出ということで、うん、私が小学生の頃にしていた自由研究で一番思い出に残っているのは、うん、惑星をテーマに、惑星の大きさや距離、うん、物質などを本や資料を見ながら画用紙にまとめたことです。もともと星や宇宙が好きだったのもあり、画用紙の上には太陽系の並びで絵を描いたり、マス目に区切ってデータをまとめたりと、いろいろ考えながらやった作業はとても楽しかったことを今でも覚えています。当時私のクラスでは化学変化を使った実験をし、その実験結果をまとめる人が多かったのですが、もし今お二人が自由研究を出すとしたら何をやってみたいですか、お聞かせいただければ幸いですと。おー、あー、何だろうね、自由研究か。いや、俺だからそれこそ前話した海底深海魚について、あー、ね、調べたいっすね、うん、何だろう、僕はね、うん、何だろう、今世界のいろんな楽器とかやってみたいかも。あー、いいですね。なんか全然知らん、見たこともない楽器とかやっぱ世の中いっぱいあるから。確かに、うん、最近僕さ、はい、家でさ、はい、時間を持て余した時にさ、うん、あの指笛を練習してんだ。全然ならねえだ。ちょっと試しにやってみてくださいよ。いく、うん、いくよ、はい、まあ先は長そうですね。はい、でもさ、指笛今失敗したけどさ、うん、草笛みたいな音はするよね。だから近づいてって、 でやめなさいよ。いや、なんか難しい、結構さ、いろんな形でね、できるんだ、うん、なんかそういうのの研究もね、面白いよね。もう常にこう進化していく、僕たちは。そのために僕たちはとか言って、指上の件に関して俺も負けたはい、じゃあちょっとお次行きましょう、はい、じゃあ次行きましょう。ベネームハッピーさんからです。はい、ハッピー、ハッピー。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。自由研究の思い出を送ります。当時500円貯金が流行っていたので、自作で500円貯金のための貯金箱を作ろうと思った私は、うん、ホームセンターで買ってきた木材で1週間ほどで貯金箱を作り上げました。しかし貯金箱に一番大切なお金を出すところを作るのを忘れて、お金を入れたが最後壊さないと取り出せないようになってしまいました、うん。結局その貯金箱は1円も貯金されることなく机の上に鎮座しています、うん、邪魔だとは思いつつ意外と捨てられないもんですね。いや、でも出せない貯金箱いいと思いますよ、壊さない、まあね、結構下にね、ポコポコ出口があるさ、はい、誘惑に負けてさ、まだ例えば500円玉中3000円ぐらいしかないのに CD 買おうかなっつって、うんうんうん、出しちゃうじゃん、はい、よくないと思う。でも500円貯金みたいなね。俺このね、自由研究に貯金箱を作る作戦ってめっちゃいいと思う、うん、はい、なんでかっていうと、貯金箱を子供が作るじゃん、はい、貯金箱作ったんだって言うとさ、大人ってさ、うん、そこに入れてあげたくならない？ああ。これ500円玉貯金のために貯金箱作ったって言ったら、じゃあちょっと500円入れてあげようみたいになるじゃん。それをさ、大人に言いまくったらめっちゃたまると思う、ね、確かに。悪どいキッズだ、これちょっと現役小学生とかね、君のような勘のいいガキは嫌いだよ、うん、これね、いいと思う、ね、確かに、うん、なんかE の意味がなんか違う気がしますね。自由研究としていいのかどうかって話ですけど、うん、500円玉貯金でも僕もやってるんでね、ぜひ、まあ、取り出すとこないけど、はい、ぜひハッピーさんも始めてみてください、うん、はい、一回だけあんな、割ったこと、あ、ガシャン、もう開けるために豚さん、豚さんをやったことあるわ。お、気持ちよかった、ね、すごいね、背徳感がすごい。なんかだってね、物を壊すって、ね、っってそう、物を壊すっていう、いいね、爽快感はあるよね、うん、おすすめ、おすすめ、おすすめ破壊をすることをおすすめ、
はい、ありがとうございます。よいしょ、じゃあもう一ついきましょう。はい、ラジオネーム僕牧場主さんからいただきました。そうカストミさん、天月さん、こんにちは。こんにちは。私が自由研究をやっていて一番思い出に残ったのは、家中にある CD をモンスターファームに入れてその関連性を調べることです。おーすげーな。モンスターファームは PS で出ていたゲームで、ゲーム内で CD を入れるとモンスターが生まれるという機能があるのですが、当時モンスターファームにドハマりしていたので、もしかしてアーティストやジャンルによって関連性とかあるのかと気になり、両親や兄弟の CD を借りて片っ端から再生していったことをよく覚えています、結果アーティストやジャンルでは関連性は見つけられませんでしたが、今となってはいい思い出です。お二人はモンスターファームやったことありますか、ということでございました。 ありがとうございます。僕の世代っていうか、僕よりちょっと上、どうなんだろうな。だって PS とかですよね。 PS ですよ、1も2も確か、ね、プレイステーションですよね。僕はさらにあの、はい、なんだろう、これモンスターファームは、あのその CD じゃないですか。僕さらに昔のバーコードバトラーみたいな、バーコードのやつなんかありましたね。そうそうそう、バーコードを読んでさ、はい、どれが強いみたいなやつとかもあったじゃないですか、はい、それは結構やり込んでましたけど、モンスターファームは存在は知ってましたけど、ここまでね、あの研究したことはないですね。いやー、ないんだね、関連性はね。確かに、まあ、なんかでもすごあの僕ちょっと覚えてるのが、そのモンスターファーム2の時に、1のモンスターファームを入れると、そのモンスターを出すために、すげえ強いモンスターが出る代わりに寿命くっそ短い。確かマジで 1,2 年ぐらいしか持たないけど、能力値最強みたいな。もう末蔵だっけ、確か。もう終わったあれだもんね、ハード、ハードだから。寿命は短い。でも遊び心があるんだなって、ね、そのいいね、はい、ゲームをね自由研究にっていうのもなかなかのいいじゃん、自分も楽しいし、よりいいっす、ね、そういう手があったか、僕は思いつかなかったな、バーコードバトラーをとか。なんかそういう遊びに出るものをさ自由研究につなげよう、はい、あーなるほどね、確かに頭いい、じゃあ次行ってみましょうかね、はい。ラジオネームゆうかさんからでございます。はい、天月さん、和富さん、こんにちは。こんにちは。私の自由研究の思い出ですが、親戚にアメリカで暮らしている人がいたので、その人に教えてもらいながら英語で読書感想文を書いたところ、出来があまりにも良かったのか、勝手に地区大会的なものに展示されたらしく、全く実感がないまま表彰状をもらったのが良い思い出です。なお今では英語はさっぱりわかりません。ははははお二人は何かを勝手にやられていたことありますか。何かを勝手にやられていた、ある、あの履歴書をジャニーズに送られてたとか。いや何かをそういうことよね、きっとね。地区大会表彰されたことあります、自由研究。いやない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 。僕あの靴を作った時に、あの自由研究で、あの普通に履ける靴、は、あの結構いいとこまで行ってました、すごいですね、靴作って。それに勝るものが何があったのかちょっと気になりますけどね。結構、まあ、結構だから絵とかも あるんじゃないですかね、図画工作系とか。英語はさっぱりわかりません。親戚にアメリカで暮らしてる人がいるっていいな、このステータス。欲しい。はい、じゃあ続けて普通歌も読んでいきましょう、ラジオネームおたふくさんからいただきました。はい、かすむさん、まずきさん、こんにちは。こんにちは。最近部屋がどんどん汚くなっていて困っています、別にここ半年大きな買い物をした記憶はないのですが、現状足の踏み場もありません、お二人はお部屋を片付いていますか。何か整理整頓のテクニックなどあれば教えてください、いやなんかね、僕ね、僕もまあなんか結構物は、ポイってどっか置いちゃうこともあるんですけど、最終的にはすぐ綺麗にしたりするんで、あんまりこう足場がないみたいな状況にはなったことないですね。僕一回あるんですよ、あのもう何もやる気が起きなくて、あの何も手につかず、足の踏み場もなく、なんだろう、もう呆然とすんだよね、
何から手つけていいか分かんねえの。で、僕の場合はね、業者を呼んだよね。で、一回こう最強のテクニックやん、全てを片付けてもらって、はい、それからはね、そんなに、あー、なんか多分ね、その歯止め的なところだよね。なんかこう、そう、一回許しちゃうとね、片付けもさ、なんか多分一回やりだしたら多分一気に行くんだろうけど、うん、なんか中途半端にねポコポコやってたらあんま片付かなそうだね。そう、あとちょうどね、僕その飼ってるあのペットが、うん、ちょうどいない時期だったのね。はい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 、はい、だから余計自分しかいないからいいや、うん、みたいになっちゃうね。あで今だとさ、まあ、天月さんもそうだと思うんですけど、うん、猫とかいるじゃないですか、うん、そうすると気をつけるじゃないですか。確かに確かに、あんまりこう物を出しっぱなしにしないとか、はい、あんまり危険なね、うん、物を出しておかないっていうのもあるから、うん、じゃああれじゃない、やっぱその別に動物でもいいし、うん、その例えば誰かが家に来る予定をもう作っちゃって、それまでに片付けないとやばいみたいな、こう、あ、そうね、うん、今のところ業者を呼ぶしか言ってないなんか収納を僕よく買いがちなんだけど、はい、しまうのってだから友達を呼ぶっていうのが一番いいと思うんだよね。確かに確かに、それがいいと思う。ちょっと片付いてないから恥ずかしいかもしれないんですけど、うんうん、人の家の片付けってめっちゃはかどるじゃん。あ、え、か、え、手伝ってもらうってことですか。そう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 、いや、そういう話、うん、いや、これねテクニックなのか。そうそう、自分の部屋だからいいやってなっちゃうの。あ、まあ確かに。でも友達呼んで、例えばで友達は片付けてくれるじゃん、はい、でもそれを見て、はい、あ、やんなきゃって思うから、それを見て、おめえの部屋だっつーの。そうそうそう、いやでもね、そういうの大事大事、うん、まあ、その人をね招き入れることは大事よ。いや、まあ確かに、うん、これテクニック頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということでメールは以上でございます、はい、たくさんのメールありがとうございました。8月は引き続き自由研究の思い出というテーマでメールを募集しています。その他僕たちへの質問やメッセージもぜひ送ってください。あなたからのメールお待ちしてます。痛いの痛いの、なんだっけ、痛っ。乙女フラグアット郵政高校。先ほどのジングルはラジオネーム織江さんからの投稿でした。はい、はい、飛んでった痛みが誰かに当たる痛いの痛いの飛んでけ、おー、よく飛んでんの、あ、今日はあんなとこ、あ、落ちる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 、あ、当たっちゃった、痛っ、あ、ごめんなさい、すいません、うちの痛いのが続いては、こちらのコーナーでございます。はい、選択肢は2つだけ。選択肢が2つしかない質問にうんうんと悩みながらどんどん答えてみようというコーナーです、はい、はい。それでは行ってみましょう、はい。ラジオネームゼロさんからでございます、はい。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。どちらか1つだけ磨かれるとしたら、はい、A、お笑いのセンス、 B、ファッションセンス。どちらのセンスも欲しいとは思うのですが、どちらか1つでお願いします。 A、お笑いのセンス、 B、ファッションセンス。はい、いいですよ。いいですか。はい、いきます。せーの、 A、 お、いや、まあこれはそうでしょ。だってもう実用度半端ないっすよ、ね、これあったら生き抜いていきますよ、正直。ファッションセンスはさ、うん、結構さ、人に任せるってことができるじゃん。まあ確かに、こう、おのずからやんなくても。お笑いのセンスはさ、自己完結型ですし、常にさ、誰か隣にいてさ、はい、こう言うと面白いですよみたいなことをさ、はい、言うとまあ邪魔じゃんテンポも悪いし、うん、だから自らのそのお笑いのセンスっていうのは欲しいですよね、うんうん、いや欲しいわ、うん、これちょっと送っといてください。一つだけ磨かれるっていうことはさ、誰かが磨いてくれるってことだよね。まあ磨いた後送ってくれるってことですよ ね。そうだ。お願いします、お願いします。郵政高校アットマーク joqr.jp できれば即日納品だと助かりますね。添付で送ってください
はい、行きましょう、うん、2択思いついたので送りますということで、はい、ラジオネームヨーゴさんからいただきました、うん、住みたいのはどっち、うん、お手伝いさんがいる豪邸が A、うん、で B、 全てが AI で制御されているマンションの一室ってことだよ。あー難しいな。むずいね。いやでも僕は僕は、はい、いいですよ。僕は信じるよ。信じる、うん、よし、いきます、はい、せーの A。 いやまあ A かな。これでもね、ちょっとまあ僕の懸念ね、うん、今んとこの懸念ね、うん、こうお手伝いさんがいる豪邸、うんうん、お手伝いさんが、うん、どういう人物かに。いいよ、もうそういうなんかちょっとメタ的なところは。あ、そうなの、うん。そこにまあ懸念材料はあるけど、うん、お手伝いさんがいた方がまあ楽しいかなと、はい、まあそうですね、なんかやっぱ、うん、人恋しい、人の方がちょっと、ね、そうそう、いいっすよね。 AI もねいいけどね、まだちょっと足りない、うん、もう少し欲しいっすね、うん、なんか星新一の世界みたいになってるね。AI とかになるとね、ショートみたいな。そうでも豪邸が豪邸だし、あ、豪邸に惹かれているのね。いやそういうわけじゃないですけど、お手伝いさんも大事にする。お手伝い大事にする、大事にする。俺が大事にする。幸せにする。幸せにする、うん、じゃあ次、はい、行ってみましょう、ラジオネームムニエルさんからです。はい、お二人ならどっちがいいですか。 A、 一生同じ髪型で固定される。ほう。 B、 自由に髪型を操作できるが30年後確実にツルピカになる。30年後か、正直、あ、まあいいや、ちょっと、はい、いいですよ。私が男性だったら A がいいなと思います、はい、髪型、型、色は、あ、いや色ぐらい変えてもいいんじゃないですか。それだったらちょっと30年後でしょ。はい、 OK、 いくよ、いきます、せーの、 B。いやだってもう30年後だからね、もう別になくても。だってもう言うてさ、30年後に確実にツルピカになるって、そこまでは保証されてんのかね。うん、そうですね、確実にと言われてる、ね、逆に言えばそこまで剥げないです。だんだんかもしれないけどね、クレッシェンドで剥げてる。いや急にかもしれないです。昨日までは生えてたのに。それもうなんかやべえじゃん。パラパラっつって、朝こう枕からふって起き上がったら後ろにもう髪の毛が。でもなんかそこだけはショックだわ。あの知らない間にあの片付けといてほしい、誰かに。さっきのさ豪邸のお手伝いさんさ、はいはいはい、抜けた髪全部こう、うん、はっみたいな、抜けた髪は見たくないな、うん、そうね、30年後はまあ僕たちは覚悟はできているよと、うんうんうん、剥げる覚悟はできているとある、はい、ということで、二択の質問が浮かんだら番組宛に送ってみてください。以上、選択肢は2つだけでした。はい、乙女フラグアット郵政高校。最後はこちらのコーナー、優しい世界。ここは食ハケとなく優しい世界、かい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 、否定や反論は一切なしなしなし、あなたが褒めてほしいこと、そうだねって言ってほしいこと、すごいね、偉いねって、て全て僕らが言ってます、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 ます。それでは、あ、なるほど、なるほど、なるほど、うん、何、神父さん的な感じだ。いや違う、もうなんかもうすごい聖なる空間だよ、広い、広いのここ。なんかあの外国の血が入ってるよね。いやそうじゃない、海外の知らない知らない、海外の血は入ってない、じゃあもう入ってても入ってる、入ってる。俺がやってこの優しい世界のこの空間よ、もう OKOKOK 反響してんねん、もう言葉がまん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 みたいな、こうなんだろう、どこにあのぶつかっても優しいみたいな、うん、そう、優しい肌触り、真っ白な、うん、優しいなっていう空間よここは。わかりました、はいはい、じゃあ行きましょう。ラジオネームゆきさんからいただきました、はい、あーもう、うん、名前がまずね、もう可愛らしくてきっと優しいんだろうな。ゆきちゃん
友人がですね、はい、7月20日を海の日だと思って、うん、3連休と思い込みウキウキしていたので、うん、なるべく傷つけないように今年の海の日は23日の木曜日だよと教えてあげました、うん、友人はすごく驚いていましたが、スポーツの日が移動してきたから4連休になるよと教えてあげるとさらにウキウキしていたので良かったです、うん、かわいいかわいい、10月は休みが 1日もないことを知らずに、それはそうとお二人に私からした、うん、いらぬ気苦労を受け止めてほしいなるほどね、なるほどね、なるほどね、確かになんか人が悲しむのを見るのは嫌だからね、うん、こう知識を総動員してよりウキウキさせてあげる、はい、優しさ素晴らしい、 いやでもね、そう、うん、いい子なんだろうなっていう、なんか難しいよね祝日もね、うん、固定じゃなくなってるからさ昨今、確かに、あの第何曜日とかじゃん、うん、まあ、連休をね増やすためでもあるんですけど、はい、いいな、なんか 僕もゆきさんにウキウキさせてもらいたいいやいやこれ優しい世界だからここはちょっと褒めてあげなきゃいけないのよ、ゆきさんを、うん、すごいな、いいな、うん、いいな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 、すごい優しい、いやナイスナイスですよ、ナイスナイスですよ、グッジョブ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 レッツゴー、イエーアーアー、以上優しい世界からお届けしました、イエー、乙女フラグアット郵政高校、そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメールを募集中です。僕たちへの質問メッセージはもちろん、乙女フラグ見つけました、優しい世界、テーマメール、自由研究の思い出、二択の質問、そして僕らに言ってほしいセリフもぜひぜひ送ってきてください。番組のメールアドレスは郵政アットマーク joqr.net です。あなたからのメールお待ちしてます。それではここで郵政高校からお知らせでございます。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト郵政高校、そのキャラクターたちが登場するツイッターボイスドラマをこの番組の公式ツイッターで随時更新中です。ぜひチェックしてください。またこの番組のアーカイブ放送を YouTube の郵政高校チャンネルで聞くことができます。詳しくは番組公式ツイッターのリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れるエンターテインメント情報サイトバッシュプラスで、ユーラジの予告記事が配信前日の金曜日に掲載されていますので、ぜひチェックしてください。さらに完全無料のコミックサイトコミックパッシュにて、郵政高校ゲーム部のコミカライズが全18話無料で公開されています。ぜひ読んでみてください。はい、というわけで第16回の放送でございました。乙女フラグ のオンラインイベントが、はいはいはい、無事終わったようでして、そうですね、皆さん本当にありがとうございました。僕も、梶田さんにしかお会いしてないんですけど、はい、結構梶田さんも楽しかったとおっしゃってて、はいはい、皆さんも楽しんでくれたんじゃないかなと思いますので、うん、またね、できたらいいなって思いますね。そうですね、オトグラ TV も今後ね、はい、またここからどうなっていくのかというところでございますけども、はいはい、はい、皆さん今ゲーム部の先輩キャストさん毎週金曜8時から生放送でお届けしていますので、うん、はい、過去のアーカイブもすべて YouTube で見ることができます、うん、イベントの感想とかも言っているのかな、どうなんですかね、なんか僕らもちょっと反響を知りたいでございますけどね、うん、ユーラジと合わせてオトフラ TV もぜひチェックしてみてください、はい、はい、というわけで今回はここまで、乙女フラグあと郵政高校、お相手は高坂初之助役天月と、くずの葉かしこ役山本和富でした。かーすこ、そろそろ帰るか。次回もたくさんお話ししましょう。それじゃお疲れ様でした。